こんにちは、ごめゆうこです、今日はですね、プチプラブランドコカというブランドのお洋服を紹介したいと思います。知らなかったのね、ブランド自体を。テレビのロケ、お昼のテレビ番組のロケで知ったんですね、そのブランド。めちゃくちゃ安くて、めちゃくちゃいいアイテムがたくさんあって、私その場でもロケ中にも買ったし、店舗調べてたらうちの近くに藤沢のオーパの上にあったので、そこに買いに行ってきました、そちらを今日はご紹介しつつ、コーディネートとかも、ご覧いただけたらと思います。はい、まずはじめにご紹介しますのが、こちらのロゴ T シャツなんですけど、ちょっと袖が長めで、で生地感もこの程よい薄さ、こりゃ涼しくて、しかもゆったりと着られていいんじゃないかっていうことで、購入してみました。かわいいよこれ。サイズはね、ワンサイズね。値段がさ、すごいんだよ。1290円だよ。税込みで1290円、よっす。大人が着られるようなシルエットによく考えられています。後でね、これ着て、はい、ご覧いただきたいと思います。次もね、 T シャツです。そう、裾がラウンドになっていて、ちょっと丈が短めの黒いシンプルな T シャツなんですけれども、ちょっと襟が高めになってるから若干モックネックみたいな感じになっていて、これもさ、袖がちょっと長めでよく考えられている。なんかこう袖がちょっと短いとなんかこの辺気になっちゃうけど、このね、長め袖ちょっと落ちるような感じで着られる T シャツです。これ M サイズね、 M サイズで、これも1290円です。安い。しかも USA コットン、着心地もいいです。 T シャツなんて、だってこれね、これからの季節何枚あってもいいじゃないですか。それがこの金額で、しかもシルエットがいい感じ。実は、はい、出ました、全く同じものをもう一枚購入するという技。洗い替えがね、あるといいか。黒っていうのが、白だとちょっとなんかなって、重ね着するときは白はいいんだけど、なんか一枚で着るときは黒 T がいいんじゃないかなと思って2枚買いしました。はい、続きましてはこちらのスカートでございます。これ、この素材感、どう？高見えするよね。これプチプラに見えない。ウエストは、前はすっきりしていて、後ろがゴムになってるので楽ちんだし、これすごくない？このシルエットよ、素晴らしい。サイズは L にしました。いくらだろう、税込み3490円でございます。軽くていい、すごく軽い。後ほど履いて、ご覧いただきたいと思います。はい、続きましてはこちらのドット柄でプリーツなんですよ。だからすごい伸びるし、シワにならないし、軽くて柔らかい。ウエストはゴム。なんかレギンスパンツって書いてあったから、まあ1枚でも履けるけど、何かこうワンピースの下とかに入れてもいい感じ。涼しいよ、このシャリシャリ、分かりますか、このプリーツ、プリーツ感とシャリシャリ感、シャリ感があって、これ涼しいと思うよ。これ私 L サイズにしましたけれども、いくらですか？1990円。これ涼しいよ、これいいわ。私ちょっと来週暑いところに旅行に行こうと思ってるので、ちょっとこれちょっと履いていこうかなと思っております。お家で履いとくにもいいよね、これね。激しくおすすめします。はい、続きましてはこちらのブラウス、涼しい、ちょっと透け感のある、こんなたっぷりしたシルエットのブラウスです。これも涼しいな。で、後ろにギャザーがいっぱい入ってて、着るとこういう感じで落ちて、落ちる感じになって、すごい可愛い。いくらなの、あなたは？2290円。 Yes。
はい、どんどんいきます。こちらのワンピース、綺麗なグリーンの色のワンピースです。これね、丈が 2丈あってロング丈っていうのがあったんですよ。それで決め手で購入したんだけど、高身長にやっぱワンピースで長めのがあるすごいありがたい。1990円でこのボリューム感よ。そしてね、速乾でシワがシワ知らず。これ畳んで袋に入れてたんだけど、出したら全然シワになってなかった。シワ知らずで乾燥機も OK で、ストレッチがめっちゃ効いてるって。どんだけだなあなた。ほんとこれも旅行とかにいいですよ。私グリーン買ったけど他にも色あったと思うんだよね。黒とかベージュとか、黒はあった、黒は絶対にありました。これも来週の暑い国に着て行こうかなと思ってます。続いてもワンピース、ザン。こちらのお袖ふんわり、ちょっと裾にもこんな、ギャザーが入っているワンピースです。これね、ロケ中にねゲットしちゃったのね。これ何がいいってさ、クリエステルなんですよこの服、素材が。だから雨とか平気なんじゃないかなと思ってて、M サイズですね。これロケ中1枚買いまして、後日お店に行って黒も買ってしまったという、はい、こちらも2色買いしてしまいました。でこれは2690円よ。2690円、ちょっとじゃあ着てってみますかね。最初からね、 T シャツ着てみました。こんな感じでゆるっと着られて、でもメンズっぽくなくて、ほんと大人のためのシルエットって感じ、考えられてる。後ろもお尻が隠れる感じで、すっきりと着られるシルエットですね。縦にこう長い感じ、もうちなんかバングルとかをして、今ジーンズ履いてヌーディーなサンダルを合わせております。ちょっと肌寒かったりするから薄手のストールとかを合わせて、はい、着ると。ネイビーネイビーにしたんで、このねロゴの字がネイビーだから、なんかネイビーに合わせて小物もネイビーにしてみましたよ。見ようかなと思ってます。もう2枚買っちゃった T シャツです。これもね、袖が長めで安心の丈、そしてちょっとこう裾がラウンドになっていて、まあインにしてもいいし、アウトにして着てもバランスが取りやすいっていう、本当によく考えられてると思う。めちゃくちゃいい。2枚買っちゃった。はい、続きましてはこちらのスカートでございますが、このボリューム感すごくかわいい。そして後ろがゴムなのですごく楽、でも前はスッキリしてます。ポッケもついててすごいいいと思うのよね。厚手に見えるけどすごく軽い素材で、今のシーズン着てても全然暑くない。ほらこんな軽いの、こう長いシーズン着られそうね。なんかソックス合わせとかでもいいし、これブーツ合わせでもうちょっと季節が進んでもいけるでしょ。ちょっとやってみるか。ほらほらほら、秋冬はこういうブーツ合わせもいけるね。ブーツ合わせもいけるじゃない、いけますね。すごい、このスカート本当にすごい。このボリューム感がめちゃくちゃ高見えすると思うんだけど、あらら、ブーツ合わせもいいですね。はい、続きましてはこのブラウスとこのドットのプリーツのレギンス、めちゃくちゃ履き心地がいい。これ旅にぴったりじゃない。暑い国行くから暑い国絶対持っていこう。でバンドカラーになっていてですね、これはなんか調整できそうよ。いろいろこうちょっと開けて、ちょっと開けてこんな感じで抜け感を出してきてもいいだろうし、めちゃくちゃ涼しくていい。ちょっとモノトーンだらけですいません。
帽子かぶって暑い国行くんかな。斜め掛けをバックをして感じでちょっと行こうかなと思ってます。はい、グリーンのワンピースロング丈、本当にロングよ。172センチだけどこんなにロングだもん。すごーい、たっぷりあります。そしてシワにならない、そして軽い、速乾だって。だから本当に旅に便利そう、めちゃいい。してキャップとかかぶってく。キャップとかかぶってこんな感じで旅コーデでバッチリじゃない、ワンピース着てみました。このね、張り感とボリューム感がすごく高見えすると思うんだよね。本当にすごくいいと思います。しかもポリエステルなので雨の日も気にせず着られそうだし、あれすごい、これで3000、嘘、3000じゃなかった、2690円、2690円よ、このボリューム感とこの張り感で。でお袖のボリュームなんかも立体的ですごいよくデザインされてるし、すごいわ。これももしかしてあのブーツ合わせで秋冬、秋もいけそう。あ、ほらどうですか、いけますね、これいけるよ。カーディガン着ていけました。こんな感じで、あれれ、秋冬もいけますね。これ黒の方も着てみました。またね、全然違う雰囲気で着られますね。シックな感じで着られると思います。ちょっとこんな感じでキャップとか合わせたり、これはマッキントッシュの防水バッグかけて、でレペットのヴィーガンレザーの雨でも履けるバレエ靴と、トラディショナルウェザーウェアの傘を持って、これで雨の日コーデバッチリじゃない？いろいろとご紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。また何か見つけましたらご紹介したいと思います。ありがとうございました。